プールスルトラ、どうもコサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は今後の展開考察になります。最新話までのネタバレも含みますので、ネタバレにはご注意ください。本日の時間割はこちら。今回は病院周りの地形を見ながら、そこから今後の展開を考えていこうと思います。では早速いきましょう。1時間目、病院周辺の地形。まず参考にしたいのはナンバー258のバーニンの状況説明。あの麓にヒーローたちがいると指差しています。ナンバー272のコマから病院が山の中にあることが分かっているので、病院の近くにヒーローが待機していることが分かります。そしてナンバー259のバーニンの号令でデクたちが避難誘導を始める時のシーンにて、デクは山の上に立っており、先ほどのコマを見返すと町を見下ろす視点になっていることから、麓に広がる町は山に囲まれている、もしくは平行に連なっている山に挟まれていることが分かります。2時間目、避難誘導。ナンバー272の冒頭ではバーニン主導の避難誘導が行われている最中でした。爆豪の発言などからグループごとに人を集め護送車で避難させることが任務のようでした。おそらくナンバー272で描かれた避難誘導の様子は全て同じ区画であり、病院が正面に見える大通りの避難が最後だと考えられます。はじめは小回りの様子から、甲田くん、デクたち、波動先輩、飯田くんは別グループだと、甲田くんの避難が完了しましたというセリフと甲田くんの周りに大勢の人がいることが大いに矛盾するので、甲田くんが大通りの避難誘導をしながら動物に5丁目の最終チェックをさせていたと考える方が無難だという考えに至りました。そのためナンバー272のコマが同じ区画だと考えると、避難は今大通りを歩いている人たちが最後であると考えられます。3時間目、メイン区画。デクがエアフォースで対応していたことから、先ほどの大通りの最後尾が緑谷轟爆豪、浦中さん、アスイさん、バーニンであり、このグループがしんがりとして崩壊を食い止めるだけではなく、人を避難させる必要があります。今必要とされている救助は大通りを挟んで2つのそれぞれの市民を同時に地上から上空へ避難させる、もしくは病院と反対側の山に避難させることです。浮かすという話だとやはり浦中さんの個性がパッと浮かびます。しかし崩壊の速度がどの程度か分かりませんが、ヒーローが飲み込まれている様子から人が走る速度よりも速いとすると、うららかさん一人が走り回りながらの救助は困難だと言えます。じゃあそうなるとうららかさんが地面を無重力にしちゃえばいいんじゃないという考えが出てくるかもしれませんが、うららかさんの個性は冬ではなくあくまでも無重力にする個性なので、根本的な解決にはなりません。そこで僕小三治いろいろ考えました。トドロキくんが作った氷の船をデクが背負い、その上にアスイさんを乗っけて山まで人を集めながら全力でダッシュ、や速さがある緑谷轟爆豪の誰かが浦中さんを担いで全力で移動しながら地道に救う可能性、轟くんが映画で披露した氷エレベーターの時間稼ぎを兼ねた氷の平面の突き上げ、不確定要素が大きいバーニンとデクの冬、そして黒鞭の活躍など、そこからどのような感じになるのかなといろいろ考えましたが、一番活躍しそうな浦中さんの許容上限は3トンだとされており、人の体重を50キロぐらいだと仮定するとマックス60人、プルスウルトラしても同時に浮かせられる人数は数百人だとしても少ない上、2本の歩道があることから所要時間だけ見ても2倍かかります。さらには山まで距離があるように見えました。そう考えると僕の少ない頭ではバーニンとデクの活躍がない限り救助は不可能なんじゃないかという考えに落ち着きました。それではどうするのか。4時間目、食い止める。崩壊を食い止める、もしくは遅らせることができるのか。以前の動画で少しお話ししましたが、崩壊のひび割れは表面のみの電波である可能性は高く、ひび割れを逃がせる可能性があります。そこで活躍しそうなのが轟くんです。たびたび登場する代表壁は期末試験や体育祭から見てその規模はとてつもないものです。それらは今まで正面のみの展開だったということで、今回の大通りを囲うように代表壁を展開することで周辺のひび割れの波を氷に流すことで崩壊を回避できる可能性があります。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。水素がバイバイ。